帝国艦隊は恒星系の星々に支配を広げ、植民地から搾取した資源を地球に輸送していた。これに対し連合軍は長編成の部隊による奇襲作戦を成功させた。だがその時すでに帝国の魔の手は我らの故郷キャロナイア系に乗り込んだ。ベネイでの戦闘に勝利したとはいえ、我々はまだ戦いの経験に乏しい。しかし今家族が我々を必要としている。故郷の星を守らなければならない。帝国はギャロナイアに対する長期的な侵略を計画しているらしい。軍事データはギャロナイア系全体への集中攻撃を示している。民間人の居住区も例外ではない。現在帝国の戦闘機がミラスのスペースポートへ接近中だ。そこに停泊中の民間船が狙われているらしい。攻撃されれば住民にも大きな被害が出る。近くに民間船がいるためディフェンスグリッドは使えない。帝国の侵略は何としても阻止しなければならない。民間船を保護しながら全ての敵戦闘機を撃墜しろ。直ちに任務へ移れ。ミラススターポート、安全を確認した。格納庫に入ってくれ。ドッキングシーケンス作動。